はい、えー、こんにちは、えー、今日はですね、専門船ですね、えー、釧路と網走の間、釧路線の茅沼駅に来ておりますが、えー、と、今日気温あ、気温っていうかね、えー、日付はですね8月13日です。お盆の真夏なんですけど、えー、っと、かなり寒いです、本当に寒いんですよ。気温、さっき釧路空港見たら16度ってなってたんで、ここ山なので、もっと寒いはずですね、15度ぐらいだと僕は予想してるんですけどね、8月13日ですよ。 真夏なのに15度です。<laughs> っていうか、釧路の人たち長袖来てました。8月13日だっていうのに。萱沼駅周辺マップっていうことで出てますけどね。えーと、なんだろう。なんか、鷲とか、タンチョズルとか見えますけどね。ペンション、道、シルベみたいな。えー、書いてます。あの、憩いの宿、萱沼っていうことで、温泉もあるんですけど、あの、温泉潰れたらしいです。萱沼の。で、これ、駅舎ですね。ログハウス風でね、結構いい駅舎で。しかもさっき様子見に行ったんですけど、新しいんですよ。めっちゃ綺麗で。 早速入ってみましょう。よいしょ。新しいっすよ。香りもいいですね。ログハウスで。ちょっと暗いんだけどね。暗いって言うと時刻はですね、今、午後の4時5分ですね。4時5分なんです。でも、う暗いですね。同等なんで。えーっと、なんか結構単調鶴の写真とかあって、えーっと、鶴が魚を捕食して撮ってるところの写真ですね。やっぱ鶴見れるっていうのはやっぱすごいですよね。鶴って、 あの、ここでしか見られない鳥じゃないですか。伝説の鳥ですよね、僕から言わせれば。ここの、釧路地方にしか住んでないですよね、単調鶴って。皆さん、鶴見たことあります野生の鶴ですよ。ここしかいないんです。釧路の道東地方ですね。釧路の鶴居か、鶴居村ってのはそこにしかいない鳥なんですよね。いいね。無人駅はみんなの宝だって。無情こそ人生は、 あ人生儚く、夢砕く。夢は、駅は夢なす旅立ち館。いや、いいね。本当だよ。無人駅はみんなの宝だよ。その通り。専門本線。走る道東物語って書いてますけどね。もう、鶴はここでしか見られないような鳥ですね。ほんと素晴らしいと思いますね。うん。時刻表ありますね。時刻表が、えー、っと、しべちゃ、ましゅう、しれとこしゃり、あばしりほめが1、2、3。 4, 5, 6, 7. えー、っと、7本で、しかも南車通過南車通過原生回転通過って書いてますね。で、釧路行きが1、1,2,3,4,5,6,7。うお、結構ないですね、この間。7本つつと、で、まあまあ来ますね。ででででででで,でえっと、ここら辺の大きい、ちょっと反射して,てすみません。ちょっと近づきます。はここら辺の大きい駅だと、釧路 740円。結構来ましたね、釧路から。あとは、網走、知床おしゃれですね。知床まで250円。網走まで2810円っていうことで。まあまあ、距離あります。釧路まで740円か。結構来たな。ああ、外出ますけど、見てください。えっ、ー、と、目の前に一軒家の農家あるんですけど、ここ全部、ここは全部、あそこにもありますけど、家。あと、これ全部、あの、正面の家の人のものでしょうかね。 あっちあれ全部畑ですよ。見えますあの茶色い畑区切れてとこから、こっから、ここまであの人の土地ですよ。すごいですね。これ東京都だったら一体何億ぐらいの価値があるんだろうっていうぐらいの土地ですよ。で、こっち釧路方面です。あ、釧路方面じゃない。ごめん。網走方面だ。ワんまん乗車口、網走方面、茅沼って書いてます。茅沼です。えーと、あ、なんか塗、ね、りつぶされてる。左、あ茅沼、左しべ茶。 右灯路あ、なんかしべちゃん新しくなってる。僕知ってるんだ。ここ、前、五十国って駅あったんですよ。五十石って書いてある。五十国っていう秘境駅あったのに、秘境駅潰された。五十国潰されて、本当は左五十国灯路だったのに、五十国なくなって、しべちゃの灯路になってる。五十国なくなったんです昔僕は行ったことあるのに。なんかログハースのなんか、なんていうんですか。ああいうなんか、 半分農家のね、なかなか、だるま駅みたいな、ああいう駅だったんです。50国なくなってた。50国温泉も潰れたし、50国もなくなったし、シク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 。こっち、釧路方面ですね。釧路方面、こっちが、ちょっとあれまっすね。こっち釧路方面ですね。向こう行くと多分、道路とか釧路湿原に行けると思うんで、後で釧路湿原も行きますんでね。お待ちください。そして、海岸沼、しべ茶、道路ですね。b 5 9どっから数えて59なんだろう。 多分アん、網ル方面から数えて59だねね。釧路から数えたら、多分そんなに奇数なかったと思うんで。茅沼ですで。なんか目の前に、あのね、コーヒー喫茶、があります。えっと、多分宿屋なのかなあのバイクあるでしょあれね、2台とも山梨ナンバーだったんですよ。山梨から何、バイク乗ってこんな、ここまで来たんですかね。すごいっすね。なんか夏の北海道を見に来たって感じね。やっぱ、やっぱ多いですね、この時期、そういう人たちが。 でこれ沼です。駅舎、駅舎実はあの駅舎戻らなくてもそ,そこの道が抜ければいけるんで通らなくてもいいんですけどそう物置です、開きませんでした残念。単調の来る駅、茅沼で今日単調鶴いませんでした単調鶴は国の天然記念物です遠くから高く見で守ってくださいくれぐれもどっかしたりホームから降りないようにお願いいたしますしべ茶町って書いてありますしべ茶町らしいですね まやってますじゃあ綺麗な駅舎ですね。外出ましょうか。戻りましょう。次の電車が4時44分。6時3分だな。釧路行きだ。釧路に寝るよ、今日は。今日は釧路に泊まりましょう。し戻ってきましたね。以上、萱野前駅でございました。